エダフォサウルス科は、個性大石炭期から、ベルム期にかけて生息した、初期炭ユミ類の絶滅した、分類群。炭ユミツナ、万竜目、新万竜ア目に属する。初期の昆虫食あるいは肉食のイアンタサウルスと、後期の植物食万竜類であるエダフォサウルス、そして、両者の中間型と思われるグラウコサウルスの三族が、属する。 エダホサウルス科の特徴として挙げられるものの一つに、新調した神経棘がある。この神経棘には、穂が張られていたと考えられる。その用途としては、静的ディスプレイ及び体温調節のための熱交換器としてであったとされる。こういった帆は、ディメトロドンなども持っているが、最大の相違点は、トゲ突起から突き出た多数の横突起である。この突起は、 全部のものほど発達が著しく、微部に向かうにつれ貧弱になっていく傾向がある。そのため、これは前から見られることを前提としたものであるとされ、彼らはこれによって個体間の識別をしていたと言われる。こういった特徴を有する方は、イアンタサウルス、エダホサウルスが共に持っている。また、グラウコサウルスは発見されたのは頭蓋の一部のみであるが、 全室の二社の中間的な形態から同様の帆を持っていたと思われる。エダフォサウルスは二次郊外こそ持たないものの大きくスライドする顎関節、郊外部の多数の歯など極めて洗練した植物食への適応を見せた。彼らはディアルクティスなどとともに最初期の陸生植物食脊椎動物とされたが、系統上は孤立した存在であり、 長らくその起源は謎とされてきた。しかし1986年にイアンタサウルスが発見された。この生物は小型で昆虫食あるいは肉食であり、エダフォサウルスの祖先、あるいはそれに近縁な生物であったと思われる。つまり、エダフォサウルス化は昆虫食などの小型の生物から植物食に移行するにつれ大型化していった生物であると言える。 蒸気の郊外部の葉は一般に両生類的な特徴とされる。しかし、イアンタサウルスには存在しないことから、エダフォサウルスの葉は二次的に獲得したものと思われる。北、アメリカ、ヨーロッパなどに生息していた。ありがとうございます。